いよいよ登場するのは大騒ぎなる島本和彦だよ。いやでもさ今肩で息してたでしょ。いやですよ。来たドンドンこれですよ。いやもうこの出先演出がまたね、だからもう本当に才能がこう集まってアニメものすごい虫プロで虫プロだよね。虫プロで出崎さんがやって手塚先生を叩きのめした後に仕事がなくなった虫プロでこれをやるというね。虫プロなの？地獄ですよ。いやだこれ手塚さんも地獄だよね。いや地獄ですよ。だから自分のアニメ作るために虫プロ作ってそこでね、梶原駅と千葉哲也の自分を追いやっていく劇画のアニメを作るっていうのをやられてた。しかもすごいいいっていうアニメらしい。これまたすごい、めちゃめちゃいい。全然手塚っぽくない出崎さんが同じ修だけど、演出してもう神がかったアニメを作ってしまって、これが伝説になっていくっていう。だからどっちも名作なんで、原作もいいんだけどアニメもいいっていう、っていう恐ろしいですよね。これ連載でもリアルタイムじゃないでしょ。俺は再放送で夕方見てたね、でも連載中にやってたために原作に追いついちゃって途中で終わっちゃう。そうそう、一回終わらせるの。どこで終わるんですか？カーロス戦の後。カーロスとか。あそこで終わるんだ。そこなんで最後までやるんですか？まあやる2で、明日の状況2で2、最後まで2がまたかっこいいんだよね。あでもね、これの終わり方も結構好きなんだよね、私。はい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 、そうですよね。こちらですね、はい、原作のコミックスです。そして、まあ、クー出ました。クーですよ。いやなんでみんなこの、ね、ジョーに対してこのなんかってなんの。ディスプレイに映っている単行本の表紙を見てずっとうーっていう時間。美術館ですか？美術館。デジ君その本に。はいはい。これは何巻でした？最終お話し進めてね、僕ちょっと島本さんと話したい。島本さんと話して、ちょっとじゃあ実際話してもらってくださいよ。このねシーンが一番僕好きで、このシーン、これって判定になるじゃないですか。はいはい、でジョニーって言ってて、何なんこれ？ここなそれを白木陽子だけが見てるって。明日のこの演出をできる作家います？これね。これにニコ生史上残るシーンだな。これ初めて会った人ちゃうやん。だからイチャイチャやん。はいはい、ねレジ君ね、はいはい、この最終回、もう最終回の最後、はいはい、下さんが熱く語ってね、グローブを渡すのが愛って、はいはい、そこなんだけど、うん、ここグローブ渡すじゃないですか。はいはい、で白木陽子はジョーを見てます、はいはい、だけど全員は判定を読み上げるあのレフリー、はい、まあ、司会者を、はい、見てるんだけど、はいはいはい、だから断平とか目を離してる隙にここで死んでるのね。あこれを白木陽子だけは見とるっていう、までこのちっちゃい子までやるなってよ、はいはいはい、それ言っすごいですね。これすごいんだ。すごいですね。なるほど、大ここまでやんないですよね。あのね見とるとか言わないで、まあ、ここは真っ白になってるから。千葉哲也は今生きてるって言い張ってるから、あ空海みたいになってますね。いや、はいはいはい、そこはどうでもいい話、はい、そうですね、だけど、まあまあ、我々が心の中でこの線が確実に入ってますからね、頭の動きがね。書くっていうのはね、これはアニメではなってないですよね。なってないんですよ、うん、いやめちゃくちゃ繊細な演出してます。いやもう本当ね、目線でやってますからね。僕が漫画の中で、はい、あの何が大事って聞いた時に演出が8、うん、他は2って言ったのが千葉哲也だけなの、はいはい。他は2、絵が7とか、はいはい、ネームが7とかいう人は言うんだけど、演出が8って言い切ったのが千葉哲也だけ。確かにね、すげーなーですよ、ね、ここ、でもこれも梶原ありきでここまでの作品になってる。そうですね。ただあの他の作品と比べてやっぱり千葉先生の才能とのバトルの中で生まれた奇跡ではありますよね。もうこれいろんな人が言ってますけど、でも千葉さんの漫画でここまで血を描いたっていうのがなかなかもうない。いや本当にそうですよね。ガキぐらいかな。だからそうないですよね、ではまああの有名な話ですけどね、序盤に丹下段平とジョーが出会うドヤ街のシーンに勝手に子供たちを出してこれを見た、そう、それを見た、まあ、梶原先生が即もうやってらんねえ、俺は降りるからって言って、嘘、って言って、そしてもうそこから直接対話してで、どうしてもこれが必要だと、
で、その千葉哲也だけは俺認めてるから、うん、俺ここは引くみたいな、うん、っていうことが何度も何度もありながら、うん、それ千葉先生がすごい、うん、千葉先生が、うん、あ、それでも僕はこうしたいんですって言って引かないから、だから殺されるかもしれない、まあ、手塚と千葉は別格だっていう有名なセリフですよね。そうそうそう、別格だって梶原さんが認めたから、それ大丈夫、それ合ってる、まあ、なんか言ってました。テレビからの情報とかってもうマガジン側から打ち破られるそれはあります、薄っぺらい情報が、そうそう我々小学館側は違ったら言ってね。あのね、実際千葉さんは、はい、あの梶原さんと話した時に、千葉さんならいいから何でもやってって言われたんだよねって軽く言ってたよ。軽く言ってた、本来軽くないはずなんだよ。軽くないよ、ね、絶対軽くないよ、ね、そうそうそう、怒ってたと思うし、うん、かなり怒ってたと思う、かなり怒ってたと思います。だけど千葉さんすごいのは話しますよね、うん、ちゃんとだから電話して徹底的に話して、僕こうしますからって言って納得づくで話やる。だからそこでね、手塚と千葉は別格って思わせたのは何だろうと思ってハリスの風を読むわけじゃない、ね、はいはいはい、これどこでそう思ったのだろうって、はい、読むたびに この一作でね、手塚治虫先生は散々書いてるけど、千葉先生はおそらくハリスの風一作、一作でもないけど、誓いの巻き言うと自然界がありますよ。自然界だ、誓いの巻きあったね、ありましたね。で、あの自然界だかと誓いの巻きっていうのは、うん、梶原さんの得意の分野でもあるじゃないですか、はいはいはい、そこでやっぱり見せつけられてるねっていうのがあると思いますよ。で、ジョーといえばですね、うん、まあたくさんあるんだけど、ジョー、まあ、ジョーですごく感じるのが、ボクサーになれって言われてから、はいはい、長い、長い、ね、つまり簡単にはやらない。だからあんだけお前いいパンチしてんだっつって、お金やるからやれって言われてるのに、そこから悪いことばっかりして捕まって、ね、うん、そうで、しかもね、わざわざ送ってくれたハガキを一旦破って、うんうんうん、暇だから繋いで、そっから宿命のライバルと出会うことによって、あいつを倒すためにおっさんの力が必要だみたいな感じで、うんうん、すっごい丁寧に書いてる。で、千葉さん曰く日記だっつってたんだよね。だからジョーが現れてからの日常を、僕はその原作受け取ってから日記のように毎日こうやって書いてて、ブログ見て書いてる、うん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 、だから計画的ではないんだ、うん、だけど そこにいろんな事件が起こっちゃう。だから淡々としてんだけど、うん、面白いんだよ。なるほど、生々しくって、うんうん、それでリアルな、うん、で、ジョーは簡単には人の言うこと聞くような人間じゃないっていうところをものすごく見せられる、はいはいはい、でようやく、あ、それはやるよなっていうふうにこっちが思って、うん、いよいよ戦いのシーン入ってくって。だけどそこまでじらしながら、わずか単行本2巻な、すっごい長い感じするんだけど、単行本2巻の間で、2巻もじらすってすごいと思う。すごいじらし、そうで、ジャブを教わってて、うん、で、力士にジャブを入れたら、うん、本格的なやつはジャブだけだって言われて見破られるっていう、はいはいはい、うますぎる。そう、そこから物語が始まる。つかみが本当素晴らしい。だるいようで全然そんなことない、うんうん、一人一人ちゃんと書いてってっていうね。その辺の解像度が、はい、ジョーは自分と違う人間だから好きになれないなって最初思った、はい、いや、そうですよね。これが愛と誠もそうでしたね、うん、あー、ね、だからいわゆるツンデレメソッドで命なくなりますよ今日嫌なやつ登場して、で、こうあってほしいってみんなが思ってんのに余計なことすんだよ。で、それが本当に梶原さんっぽいの。梶原さんの人生って本当そうだから、マジで全然進まないもんね。うん、進まない、うん、だけど その分説得力ある。男の気持ちってそんなに簡単に変わんないよっていう。え、進まないってストーリーが、うん、だってジョーって20巻ぐらいだよね。うん、一本なんか138巻なんだよ。いや、そうなんだけどなんていうのかな、濃いじゃん。なんて言っていいか分からへんわ。濃いのこっちだよ。いや、そうそう、めっちゃ濃いから、はいはい、だからあの、うん、あの例えばさ、文字すごい多いしね、1時間力士とやった後に、うん、あの顔面殴れなくなるじゃないですか、はいはいはい、それで何回かやるんだけど、うん、あのゲロ吐くじゃないですか、はい、あれ、うん、何回やんのと思って。何回もやってたよね。3回ぐらいやって、3回、ね、結構負けんだよね。そう、めっちゃ負けるやんので、うん、もう早くあのバンと吹っ切れて、もうカーロス・リベラとバチバチにやってほしいのに、そのパスは多かったんだけどね、うん、なんかもうで、いつこの男はうわーってこうなるんだっていうのを、あれね、あれがあったおかげで僕は一歩引退ができた。え、
もうね、あのボクシングやらない時間があるの、ジョーって、うん、ボクサーやってボクサー一回土佐回りに行くんだけど、あれが土佐回り行くのも意味わからなかった。あれが成立してるんで、ちゃんと書けば読者は離れないんだっていうのそこで僕知ってるんで、大丈夫だ、こう大丈夫だ、自信持って行こうって、僕も大丈夫だ。いやでも正直あの久しぶりに読み返したんですよ、明日のジョーを、うん、一歩やんと思いました。全然進む、全然進まんやん。まあそうね、一歩やん。最後一致してんのが。いやでも全然違うところもありますよ、もちろんね。そらそら違うところもありますよ。カジュアル一気の漫画って、はい、島川さんどう思うか分かんないですけど、うん、僕は。お前死ねるかって言われてるような気がする。嘘、そうあの物事に準じられるかっていう、はい、ボクシングだったらボクシング、はい、野球だったら野球、あの恋愛だったら恋愛に準じられるかって突きつけてくる漫画で、結局それに耐えられる漫画家っていうのが、うん、漫画に準じられる漫画家が耐えてるんだ、試されると思ってるのね、うんうん、だからやっぱり長谷さんとか川崎さんとか、うん、千葉さんとか漫画で死にそうじゃない。いや本当そう、長谷さんも本当そうです、ね、そうだから、はい、その辺の作かじゃないと受け止めきれないんじゃないかなって思うんだ。そうしかも成功して死ぬんじゃなくて、うん、成功しないでも死ねるかっていうところで、それがだから灰になれるかっていう試される、そう、燃え尽きることできるのかっていう、あの、負けの精神的美学、完全にそうです、うん、だから今のね時代はちょっとこれ合わないって言われるそこだよね、はいはいはい、準じられますかっていう、はいはい、なるほどね、なるほど、うん、